はい、今回もご視聴いただきまして皆さん誠にありがとうございます。<music> ここ最近はですね私が「カウントダウン t v の30周年スペシャルの時の映像がなんとジャニーズの公式で上がってきている動画を順番にですね見させていただいております1本目が SixTONES の「イミテーションレイン」それから2本目がジャニーズ WEST の「証拠ときて今回はキンキキッズジェットコースターロマンスという。 本当にこれね何度も言うようですけどもこの TBS の番組の映像が YouTube にしかもジャニーズのアイドルの皆さんの歌声パフォーマンスが公式に載るなんてことは本当に初ですよね。どういうことなのか30周年スペシャルだからなのか。 ねえいやもうありがたい話なんですけど私なんかはね4月3日に放送された「カウントダウン t v 30周年スペシャル「ジェットコースターロマンスが」が2023年5月15日までまだあと1か月ぐらいありますよね7時まで限定で公開されてるということで4月17日にアップされた動画がもう今再生数私が今見てる段階では30万飛んで6915回それ見ますよ皆さんね さあそれでは早速見させていただきましょう。私はねビデオには撮ってありますたけどもずっと見ることができないまんまおりましたので今から初めて見させていただきます。それではいってみましょう。えキンキツジェットコースターオルマンスアットマークカウントダウン TV30 周年スペシャルという動画キンキツのえ公式 YouTube から再生ポン30周年というね 30TH で書いたやつがアップになってピー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 ピは剛志くんがカメラを指差してダラダラ。 波はジェットいいビブラートするしかコースト切り方もかっこいい風を集めながら光一君のこの腕がまくれてるジャケットかっこいいねいいいいだろう,うわロー上がってるけど声が太くなるバッカージェットコースこの発音かっこいいレールは走りながら僕の手をギュッと だいててこうかっこいいねたた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 ってこれみんな生楽器ですからね豪華打楽器の方、ぴーぴーふえいてで、ーン、ハイツワーうーわー、かっこいいあら、こういくんがなんかここに、肘のところにあカウントダウン TV っていうシールテープを貼って、つよしくんの後ろでやつ <laughs> って笑ってますよ、つよしくんさあ一君、こういくん今度さあ、ふー タンうん、あ、今度は内側に。<laughs> すごいですね。見てる。もうカウントダウって CDDTV と。反対か TBS。なんかこっちはちょっとチャチシールになってますよ。なぜか、ソースイート、はしゃいだと。剛く安定してるね、こんな中。なまり込んだ。いいね、この発音、小石君。のくー。のの発音もいいですね。探し洗った、うん 波はジェットコースター。ジ、うん、ェットコースターの発行発言じゃない。発声かっこいいね。君はさらいたい。剛君左耳を押さえたい。イダロー・オ <laughs> かっこいい。ジェットコースター。時のレールを走りながら僕の手を <laughs> いいですね。すごい近くでボーカルが。 抱いてて、だもいいね、抱いててさあ、なすきをめでけてふみを光一くん、かすめて僕たちの悲しみを舞い上がれウー,うーロングトーンからビブラウト。 青と赤でね、ライトが君を愛してる、うん、守る誰かにできない時に男手強く変われるいい歌詞だね波はデスコースターな風を集めながら、うん、安定してる2人とも君を背負いたい いいだろう,う高い音のいいね難しいですけどでカースターン時のレールを走りながらバックのドわー高いとこうおをぐっと抱いててすごい後ろの演奏もすごいなまてまていたた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  孝一くんも手を挙げて後ろ向いてタッ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 あっ後ろから何か剛くんゆっくり振り向いて孝一くんも後ろを振り向いたら剛くんの後ろも「祝」孝一くんはジャケット脱いだら後ろに「30周年」と「30th」か「30だ30」これをずっと仕込んでたんですねお二人は。こ <laughs> くんがこれずっと <laughs> カウントダウン t v で書いてあったやつをね剛志君が真後ろで剛君が歌ってる真後ろでやりまして剛志君もさすがにちょっとこうねふっとこう笑ってしまっておりましたけどあのー、ちょっとこうねパフォーマンスとしてやっぱ「カウントダウン t v 30周年を祝うという2人のですね歌いながら高一君もねジャケットプレイもありましたけどでもこれ全体的に皆さん聞いていただいて分かると思うんですけどすごく 音程の安定感が高い位置でキープされておりますサビのところはねもうずっとお二人とも同じメロディーを歌う「ユニゾン」というやつですけどこの、まあ、フレーズがいっぱい出てきますけどこの「ダダダ」って相当1オクターブぐらいね多分音がパンと上がってるんですよ。 でサビの頭ってくるとやっぱりどうしても声をねバンと張りたくなるところがまず低いとこから入ってきて「波わ」ーっとこう上がっていかなきゃいけないこれお二人とも普通に歌われてますけど結構難しいメロディーなんですよねこれは。 でもうね25年ですよキンキッズのお二人もねやられてますしこの楽曲はねリリースされてからも結構経ってますのでもう相当歌え慣れておりますけどでもねこれあのサクッと歌われてるように見えますがカラオケでもし私もそうですけど皆さんが歌おうとなったら結構これ「波うわ」とこうね苦しい音になりがちなメロディー。でじゃあお二人がどういうふうに出してるかっていうとやっぱりね顔の向きをちょっと上に行き行かい いるところもありますけどこの皆さんがカラオケとかでよくやってしまうね顎が完全に上がってしまってここが細くなって苦しくなるというこういう声になっちゃうと本当にね空気の量が必要な高い音なのに喉がぐっと締められて空気がぐっとね狭まってしまいます出てくるところがなので本来使いたい空気の量が上がってこなくて自分で自ら苦しくしていく出し方をカラオケとかで皆さんもよくやっちゃうんですけどお二人はねぐっとやっぱりね 腹筋、背筋に力を入れて、空気の量をバーンと強く下から出していって、なるべくここを細くしないように、なるが顎を上げないように、こうね、クッとこうしてあげる。ことによって、毎回そのサビの高い音が綺麗に抜けていくという状態になってると思います。で、私はこれを今ね、聞いていって、一箇所、今言ったサビのところでね、君をーと。 歌詞が変わってる部分がありましたこれただ言葉が変わってるだけではなくて実は歌うということから言うと波はジェットコースターより恋はか恋はジェットコースターより君を愛してるは実は出しにくいんですこれなんでかというと波は口があの口になるわという言葉は口がねやっぱり開きやすいですから 高い音とい音うのは口のの大きさと比例しして出しやすすくなりますので口が開きやすいので「波は」出しやすい「君を」は口がね「お」ですから縦に開きやすいそうすると口角が上がりにくくなります「お」だとね普通に出しに行くとそうすると高い音は、ね、さっきも言いました口の大きさが大きくなった方が出しやすいんですけどここが細くなると口ってあんまり大きく開きませんから。 他の「波は」とかね「恋は」「恋は」あったかなその「和で上がるところの出し方と同じ気持ちでいくと「お」に邪魔されて音程が上がりきらなかったり、えー、きっちり正しい音に届かなかったりということになりますのでお二人がどう出してるかというと「君は」「お」ですけど「わー」しっかり口を「あの」形にして「 出していいるというそういうところをねさらっとやられてますけれどもしっかりできていないとあの高い音が綺麗に抜けないと毎回毎回このサビが出てくるたんびにですね私はそこを注目して今見させていただきましたけれどもさすがの安定感と思います。うんで全体的にもう一つ言えるとしたらやっぱお二人ともね非常にまあメロディーが今言ったみたいに上行ったり下行ったり忙しいメロディーなんですけど。 すごく自然体で歌われてるというところも私は素晴らしいなと思います。結構ボイストレーニングのこうスクールなんか行くとですね姿勢をよく歌いましょうとかねこう言われたりすることが実は多いんです。でも私はボイストレーナーとしてそれを一回も言ったことないんですよね。確かに姿勢がいいとこの辺の空気の通りがいいということは言えるんですけどただこれはただしがあって普段から普段の生活の時から姿勢のいい人はそうしておけば 空気がねやっぱり通りやすい形ですからいいですけれどもまあ k i のお二人がそうっていうわけじゃないですけども今の現代人皆さん普段からこんなきしっとね背筋よくしてる人がほとんどおりませんなので私がレッスンの中でい,いつも言うのは姿勢はあなたがね歌ってるじそのご自身が一番楽な体勢楽な不自然じゃないいつもの体勢 っってていいうのが、まあ、理想でですと私はいつも言ってるんですよねなのでこのお二人が今歌ってる時も、ね、本当にこうねどこにも力が入っていない余分な力が入ってない高い音とかね伸ばす音の時に腹筋背筋は使われてると思いますけどすごく自然体でだから高一君が強しくんがし君の後ろでこんなね袖のシールを出してとか歌いながら高一くんがこうやってジャケットをこうね 内側を見せてってやってる時っててっっっっややるるものすごいいい体がやっぱ自由に動いてるじゃないですかで、ああいう状態がやっぱり声が出やすいっていうのをお二人はもうねいろんな動きをしながらでもこんだけ安定感出すっていうのはそういうのが自然とできているからじゃないかなということも同時に見ながら思いましたということで私は今回の感想と変えさせていただきますが。 どううでしょうね皆さん少しでもなるほどと思っていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで今回は「カウントダウン t v 30, 30周年スペシャルで歌われたキンキッズのお二人のジェットコースターロマンスの公式動画を見させていただきながら思うままにお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。